い、皆さんこんにちは、れなです。今日は浜焼きバーベキューです。ここの愛知県知多半島にある魚太郎浜焼きバーベキューというところに来てます。すごいこの地域で有名なところで、タカが何回もここに来たことあるんだけど、私は初めてです。めっちゃ楽しみにしてます。はい、行きましょう。はい、ここのシステムを簡単に説明すると、席代があって900円で席プラスフリードリンクがついてきます。でそこからいろんなシーフードを注文して、席で自分でバーベキューをするというシステムです。はい、今バーベキューセットもらいましたね。って言っても軍手とトング、いい感じだね。青空レストランみたいな。席数半端じゃないね。はい、ありがとうございます。ここにもう炭があったかい、気持ちいい、フリードリンクがあっちにあって、そして今からはこのトレイを持ってシーフードを買いに行きます。やっぱ海の横だからさ、風通しよくて寒いね。めっちゃ寒いこの時期。あ、こっちもあるじゃん席。ここの方があったかいね。すごいじゃん。あ、ここ入り口、すごい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 、見てこれ。うわ、牡蠣欲しい。しかも安い、1個180円。それ安いかどうか分かんない。焼き牡蠣食べますか。ガンガン焼きでもいいよ。これをそのまま網の上に乗っけて蒸して牡蠣になってガンガン焼き、蓋して焼いて出来上がる。こっちも美味しいよ。ここのでかい牡蠣を4つぐらい、4つ持ってきましょうか。でかいやつはなんか牡蠣でこういう牡蠣がいいとかあるのかな。分かんない、見た目から。お、大アサリ、大好きな大アサリ。これね、知多半島の人は大アサリ本当に大好き、うん、食べましょう、一匹ずつ、はい、これが美味しいんだ、焼くとめちゃくちゃ。皆さん知ってますか、大アサリ。他の地域だと名前違うかもしれないけど。次はホタテだよ。これぐらいでかいの。ホタテ美味しそう。タカも欲しい、欲しい。こちらハマグリでございます。ハマグリ、うお、380円だったら高いね。見てたか、アワビがあるよ。うお、え、アワビってこんな感じなんだ。え、私も生きてるアワビ見たことない。まだ生きてるね、動いてるもんね。タカちゃん、タカちゃん、伊勢エビが欲しくないタカちゃん。1匹6000円から 100g あたり1500円。美味しそう。ガーリックシュリンプを見つけたよ、ここで。うわ、美味しそう。美味しそうでしょ。イカがある。あ、串に入ったイカ。これ、あ、こっちの方が食べやすいかもね。イカ串、こっちにしようか。お肉もありましたよ。知多牛あるじゃん、ね、ここ知多半島だから知多牛があるということでね。美味しそう。レナも最近知多牛食べたからね。あれ、ヒレ肉美味しかったよ。お肉食べます。いや、でもあのこれ海鮮を食べる目的で来たから、これとりあえず食べて、まだお腹減ってたら。ジャガバタが欲しいよ。これはドイツのバーベキューだよ。これ日本のバーベキューじゃなくてドイツのバーベキューだよ。お、野菜もあるね。しいたけと、俺アスパラが欲しい。はい、ということで一発目買い物終了ですか。はい、美味しそう。買いましたね。結局いくらでしたか。4500円でした。ちなみにこっち側にさっきの市場があって、すぐ手前にバーベキューできるところもあるね。これ、こっちは屋根ついてるから、もうちょっと暖かいよ。風もあんまりないし暖かい、うん。戻ってきましたね。はい、バーベキューマスター。はい、できるの。ちょっとまず最初に炭追加します。じゃあまずはポテトを、じゃがバターですか。で火があんまり当たらないところに置くでしょ。牡蠣も焼きます。あと椎茸も焼こう。椎茸さん、はい、よいしょ。じゃあ大アサリも焼いて。大アサリがうまいんですよ。これが僕のハマグリくん。めっちゃ重たいよ。そうよ、だって350円だよ。これなんか大アサリちょっとグツグツしてきたね。グツグツしてきたら、ミーを繰り返すって書いてあった。
ひっくり返しましょうか。うわ、美味しそう。簡単なんで。見て見て見て、開いた。ハマグリくん開きましたね。開いた。はい、大あさり出来上がりました。はい、大あさりです。あと熱そう。あと醤油入れすぎた。レナ社長の醤油配分ミスですね。辛い、うん、辛い。はい、ハマグリいきます。あ、そうだね、これ出来上がった。もうハマグリ出来上がったんじゃない。うん、ヒント合わない。あ、あった。はい、どうぞ。めちゃくちゃ美味しそうですよ、ハマグリ。レナはハマグリはあんま好きじゃないんでしょ。うん、見て、ちょっと待ってて。はい、これいただきますよ、ハマグリ。いただきます。うまっ。噛み応えがきてる。うん、うまっ。ふっと、カキが開いたよ。あ、開いたじゃん、さっき。だから言ったでしょ、開くよって。このナイフでパカッと開ける。あー、全部の水分今いっちゃった。レナさんね、浜焼きに向いてないね。不器用だから全部うまみをね捨てちゃう。そうそう。うまそうだね。はい、じゃあポン酢を垂らして。全部かけると多分辛いよ、社長。分かってるよね。さっき醤油で学んだよね。こんな感じで。うわ、いや、これはめちゃめちゃ美味しそうだよ。多分カキはもうちょっと買わなきゃいけないよ。うん、めっちゃプリンプリンだよ。すごい塩が強いけど、あのあれ、この何、塩水がまだ入ってるから。でも美味しい。おお、おお、うまっ。ビール飲みたくなってくるね。ダメ、これレモンスカッシュ。そうだよ、この後ビールいきます。ダメ。やっぱ肉がいるね、バーベキューは。あ、そう？ソーセージか、ソーセージがいいかも。あとでもう一回買いに行きましょう。ちなみに皆さん、この席のすぐ向こう、海です。綺麗だよ。なんかガーリックシュリンプ、すごいいい色になってきたね。あと、いい匂いしてる。一番この中でこうガーリックがめっちゃ入ってくる、ね。レナさん、これジャガイモはまだですか？もう中で焦げてるかもしれないよ。これでジャガバターあるのかな。もうバターとかトロトロに溶けてるんじゃないかな。熱さが気をつけてね。オープン。まだ全然全然か。ちょっと真ん中に置こうか。もっと熱が足りないんじゃない。何をやろうとしてるの。炭調達してきました。あ、そう。炭追加しましょうか。いいよ。はいはい、ホタテ。どうぞ。うわ、美味しそう。ホタテができたよ。すごい、めちゃめちゃ綺麗だよ、これ。一番美味しいところはこれでしょ。真ん中のところ、めちゃくちゃ美味そうだね。うん、うわ、すごい柔らかい。うんうんうん。で、醤油のちょっとだけの。あ、ホタテ一番美味しいかも。本当に、うん、今まで、うん、よかったね。美味しい。多分焼き加減抜群なんだと思う。そう、硬くない。そう、うまい。はい、ガーリックシュリンプもできたよ。あ、そのままで食べれるかもしれないよ。うん、すごい。ガーリック、そんなガーリック？うん、ガーリックと塩欲しい。海だ、海だ。あんまり綺麗じゃないね、この海。宇都宮の海あんま綺麗じゃないからね。あ、沖縄に行きたいな。じゃあ今からもうちょっとご飯を買いに行きます。タカはお肉を食べたいと言ってるから。まずはウインナーを食べましょうか。タカが子供に戻った。ハーブウインナー、はい、とチーズフランク、はい。肉巻きおにぎりは欲しい。肉巻きおにぎり美味しそうだね。450円。豚タンも1本、はい、と鶏もも1本。そんなに食べれるの。私はもうほとんど食べれないよ。と言いつつ、いつも
半分以上俺のご飯を食べるのは誰？皆さん今よく聞いといてください。私はほとんど食べないと言いました。社長ほとんど食べません。ちなみにこっちの焼きそばセットとかジャンバラや男のビビンバ焼きおにぎりピザもあります何それ？マッシュマロ、あとはみたらし団子、それも焼いて食べるやつ。ゲットしました。2回目でちょっとソーセージを食べて、それはちょっとドイツっぽいね。はい、じゃがいも。おお。ああ、いい感じ。いっちゃった。あっつつつ。やっと熱くなってきたよ。バター残ってないかもしれないよ。ああ、美味しそう。うわ、ほくほく。ほわほわ。あっちょい。もうちょっとバターが欲しいな。ドイツはサワークリームをつけるよ。ああ、うまそうね。おお、ソーセージほぼ焼けてるじゃん。うん。ちなみに日本人は基本的にいつも焼き具合が甘い。だからこれぐらい焼いてないとダメだよ。パリパリソーセージかな。熱い。美味しいけど、私はエビとかホタテとかの方が好きだよ。このジャンボ肉巻きものせますよ。ドボン。カリカリ焦げ焦げまんじゃない？カリカリ焦げまん。これ熱いよね、絶対。絶対に熱い。熱っ。何を考えてる、タカチン。豚タンです。熱いでしょ？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 うん。これすごい歯ごたえあって美味しい。ギュッブブやばい。あれ、タカ一口食べたら豚になっちゃった。ブね、ブー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 。肉巻きもできましたよ。すごいよ、焼けすぎたよ。あれ、焦げた。タカちゃん、レナのマネジメントが良くなくて焦げました。うん、焦げてるのがめちゃめちゃ美味しいよ。いい感じに焦げてる。こう香ばしいみたいな。団子ができたと思うよ。ちょっとだけ焦げて。中に何が入ってるの？みたらし？みたらしが入ってるらしい。中のみたらしめちゃくちゃ熱くなってるかもよ。トロトロに。外のみたらし。一口でいった方がいいよ。はい？一口の方が美味しいよ。死んでほしいの？うん。あ、美味しいよ。熱い。最後はこのどでかいマシュマロをここに乗せる。このマシュマロがほぼできたよ。できましたね。できましたよ。うん、うん、美味しい。この中が溶けてるみたいな感じで外がカリッとしてる。これが完璧な焼き加減だよ。見てこれ、うお皮だけ取れちゃった。どうぞ、これあげる。こっちの方が美味しそうじゃない？そうだよ。うん、あんま。甘すぎる。ん？あげる。なんか今まで美味しかったこう海鮮の味が全部これで持ってかれちゃうよ。甘すぎて。あんま。びっくりした今。よくその食べれるね、そんな甘いの。食べきりましたね。あ、美味しかったよ。はい、美味しく食べ終わりました。合計8800円ぐらいは使ったけど、それがコスパがいいか悪いかちょっとわからないけど、本当に美味しくて景色とかもいいし、コンセプトはとてもいいと思いました。家族連れとかすごい良さそうじゃない？ああ、そう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 。子供絶対楽しいと思うよ。楽しい。いや、大人も楽しいよ。ビール飲みながらね。いや、いらないよ、ビールは。今日は飲めなかったけど。はい。私たちは海鮮を食べて、お肉を食べて、デザートも食べて、全部焼きながら食べたもので、本当に美味しかったです。この動画はここで終わりにします。楽しかったなら、ぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。